はい、じゃあ投稿ボクシングって何だったのかってタイトルになっちゃった。これ実はもう3ヶ月か4ヶ月ぐらい前からこのタイトルで喋るって決めてました。実は、はい、まあ、何だったのかって、ね、終わった後にこの発表は何だったのかっていうふうになんか思うかもしれないけれども、まあ、僕的にこう思いの丈をちょっといろいろやってみました。じゃあ別に始めます。テレレテレー、はい。でですね、ここのランサイエンス統合データベースセンター DBCBS ですが、まあ、知らない人はいないと思いますけれども、一応歴史を語りますとですね、一応このセンターというのは2007年の4月に設立されました。その時はこの東京大学のですね、医学部1号館の別館というプレハブに、ございまして、そこでできました。でその、7月にあの私は、まあ、加入って書いてますけど、まあまあ、不妊とかいう言葉をよく言う人いるんですけど、僕あんまり好きじゃなくて、まあ、あの普通の研究員ですから加入でいいと思うんですけど、してきて、あの統合テレビのプロジェクトを、まあ、始めたわけです。で、まあ、その辺の詳しい話は後でするとして、ちょっと、まあ、時代にやって歴史の時間ですからその話をするんですけれども、2008年の4月ちょうど1年してなんですけれども、ここの今にいる場所ですね、引っ越すことになりました。あの後ろの方にも今段ボールいっぱいありますけど、あれと同じようなのが、当時ちょうど6年前なんですけどになりまして、今いるところに引っ越してきてですね、でもこう引っ越してきたからちょっと場所が出てきて、今日はまあちょっとその場所じゃないんですけれども、今大会議室のところにいるんですが、教室っていうもうちょっと別の場所があって、それができたおかげで、講習会、これはジャックス1って書いてますが間違いで、本当はジャックス本郷だったんですけど、本郷1なんですけどがやりまして、RM スカウトをその辺から開始いたしました。それがちょうど、2008年の7月になります。でですね、ちょっともうそこからさっと飛んじゃいますが、あの来月ですね、2014年の3月に引っ越しの第2弾2回目をするということに決まりまして、これは東京大学がですね、柏の葉キャンパス駅前アンティークスで、まあ、皆さんつくばエクスプレスご存知と思いますけれども、それの柏の葉キャンパス駅前に東京大学が徒歩 1分ですかね、0から1分ぐらいのところにビルを建てて、フューチャーセンターというんですけれども、そこの6階に引っ越すというふうになっております。で、まあ、DBCS の本体はそこで、活躍されしていくんですけれども、なんとですね、あのもう1回あの引っ越す一陣がいまして、国立理学研究所の一部に引っ越す連中がですね、4月にいると。それが、まあ、該当者は我々ということなんですけれども、我々含めて5人ということなんですけれども、まあ、そういう引っ越しをですね、やります。でその引っ越しに関してちょっと、模式的に表しますと、最初実はこの、医学部なんですけど、1号館です。1号館はここにあって、旧1号館がこの辺にあります。でそれのあれですね、付属としてこの辺にプレハブがあるんですけども、なんかこの辺にいろいろ書かれててあのないんですけど、この本屋さんはこの何でしたっけ、よくわかんない建物の隣にあるプレハブがあの我々のところになります。それでそこに最初にいました。でそこからここの今の工学部12号館ここに引っ越してきたわけです。それがまあ6年前だったんですけれども、でまあ、今度映るとこはどこかというと、この中にはなくて、ビューンとどんどん遠くなって、ここになりますというのがですね。これ色がついているのが、あのちょうど東京の、メトロネットワークですけど、あの地下鉄のないこちらの方ですね、に、まあ、行くということになっています。もうこれもお決まりの話なんで。でさらにですね、じゃあ電源はどこかというと、またこの外でして、まあ、これもビューンとこう行ってですね、ここになります。こっちです。はい、ここですね。東京からするとだいぶ遠いというようなところに、まあ引っ越すことになります。はい。なんかあんまり反応ないんですけど、はい。で、さらにこういうふうに遠いところに行っちゃうんじゃないかなって、このペースで行くとこうなるんじゃないかなってちょっと思ってて、はい。思ってるんですけど、皆さんどう思いますかね。はい。ちょっと受けた。でですね、じゃあまあ、あの、歴史の時間が第1弦終わりで第2弦に入りたいと思います。統合ファンの歴史ですね。で統合牧場の歴史っていうのは、あの実を言うと、もう本当一番最初から始まってまして、2007年の私がちょうど来た時にファーストチルドレンの H 小野氏が降臨した時になります。そのファーストチルドレンに関してなんですけれども、この世の中の人だっていうのは皆さん存知してると思うので、
はい、よく見てくださいね皆さん、はい、そこで予想見してる人こっち見てね、いきますよ、はい、一回しかやらないよ、この人です、この人この人になります。ちょっとビールかけ、今日はちょっともったいないのでビールは飲んでください、かけないでね、まあ、そういうことなんですけど、このビールかけにしてた人にすごい似てる人ということで、エチオの氏が参加してくれました、はい、で、初めてのはこの東宝テレビですね。で、東宝テレビ、まあ、最初はこういうロゴじゃなかったんですけど、まあ、今はこれ使ってるのでこういうふうな東宝 TV を始めました。で、今日現在で、759このコンテンツがすでに、あるということで、あ、すごいなと思いますけれども、これも貯めてきたのは皆さんのおかげで、で、まあ、昔からこういうふうなウェブサイトでやってるのは最初からこれ変わってません。で、一番最初のコンテンツが上がったのはやっぱり、実はその時なんですね、2007年の7月の9日にも一番最初のバイオマート、なぜかその2なんですけど、上がってます。これは何でかというと、その1その2があったんですけど、その日のうちに2つ上げたからその2になってたと思うんですけれども、まあ、こんな風に実は最初の頃からこういうコンテンツを上げて7月からやってたと。そこからまあ東郷牧場の活動は始まってて、RA さんとしてアルバイトで来ていただいた小野さんはこういう、動画のコンテンツを作ることを始めてやって、ずっとやってくれていました、はい、今でもやってますけれども当時は自分でも作ると、一から作るというふうなことを、やってくれておりました、はい、でなんですけれども、この東宝テレビ、決して順風満帆であったとは言いません。何年か前というか、これ初めて、そうですね、3年ぐらい、3年した時の、評価にですね、こんなこと書かれてました。内容の良いものにしていけばいいと思うが、何よりもまず東宝テレビというふざけた名称と、これまた人をバカにしたようなアイコンは即刻やめるべきというふうなご意見をいただいたりですね、割と厳しいことを言われてましたが、まあ、我々頑張ってますということと、あと東京大学さんもこういうふうな、まあ、東大 TV という名前 の、 どっかをパクったかのようなサイトもやっていらっしゃるので、別におかしいわけではないですよということをお伝えしたことがございました、はい、まあ宿主で、これからも宿主 の、 方です、大学ですから、あまりそういうことは言いませんけれども、まあ別にふざけた名前、こっちもふざけてるのかなとかちょっと思ったりもしますけど、まあそういう、まあ、ところがですね、もう全てこれ公開されてます、はい、この評価に関しては誰もですね、この URL を見に行くと残っております。これ誰が言ったのかちょっとわからないんですけれども、まあ今になってふざけた名前っておっしゃるのかどうかをぜひ聞いてみたいと、そんな風に思っております。760ぐらいあるそのコンテンツ使わないで、そういうふうの、教育をされてるとしたらすごくもったいないなと思うので、ぜひ使ってやっていただけると嬉しいと思ってます。はい、でですね、で東宝テレビの歴史の時間続きなんですけれども、まあ、2007年初めてそういうふうに東宝テレビをどんどん作り始めたんですけれども、先ほど言いましたようにアジャックス本郷1っていうのがこの部屋じゃなくて4階の方の教室でやったんですけれども、その時に、ワクテカ ID ワクテカさんという人を、捕まえました。この人はですね、講習会があったんですけど、この講習会の時にずっと必死にツイッターをやってるんですね。ツイッターやってて必死にこう我々が言ったことを、今で言う伝ってくれると、そういうことをやってて、本当なんか伝ってるやつがいるっていう風に話題、講師の間で話題になったのを、今でも昨日のことのように覚えております。こういうアイコンの方ですね。今日いらっしゃるかと思ったんですけど、いらっしゃらなくてちょっと残念ですけど、はい、いてほしかったなと思うんですが、まあ、ワクテカさん、はい、今お忙しく研究されてるんだと思います、ぜひ頑張ってほしいなと思います。で、当時は彼は学部の3年生で参加していただいてたと思うんですけど、今もドクターの2年の学生さんということで、まあ、歴史経つの早いなと、歴史じゃないな、時間が経つの早いなと、そういうふうに思っております、はい、でですね、で東郷牧場の歴史なんですけど、ちょっと歴史が違いますが、2009年の3月頃から実はどんどん次々とチルドレンを捕捉し始めました。で、この頃から、はい、東郷牧場と呼ばれるようになったと記憶しております。その理由はですね、変態が多くて、いわゆる変態、カタカナに書く変態が多くて、変態牧場と最初ある先生から呼んでいただきました。その変態牧場って呼んでるうちに、こちらの統合 TV のプロジェクトと合わせて、統合牧場になったらいいんじゃないかという説とですね、あともう一つは、その時にですね、社会問題になった男の子牧場というのがございました。で、
その男の子牧場のようになんかあの男の子いっぱい集まってるから、ちょっとこれは2番もちょっとあんま面白くなかったかもしれないですけど、でもちょうどこの東郷牧場っていうのが名前ついた時にこの男の子牧場っていうのがあってですね、男の子牧場をご存知のない方はあのググってください。あのですね、ウィキペディアの方にきっちり書いてあって、その時期がちょうどこの2009年の5月頃というふうに出てますので、そこまでは検証が取れておりますのでぜひ見てやってください。でですね、東郷テレビはこんな感じで皆さんがワイワイと騒ぐところでした。こんな感じです。あ、なんかダメだ。はい、こんな感じ。あれ、なんかちょっとうまくいかないんですけれども、これ動画なんですよ。あれ。まあいや、これ本当は動画でこうやって動くんですけど、あのこういうあのサイトで皆さん頑張ってやってたっていうのが、これ僕 iPhone 当時買ったばっかりで、動画をどうしても撮りたくて撮ったのがこの辺の人たちの動画だったっていうので、13秒ぐらいあるんですけど、ちょっと今出せないのがすごい残念なので、ちょっとおかしいな。こういう感じですね。はい、こういう感じで、本当は音も入ってるんですけど、まあ、若いね、はい、若いね、皆さんね、そういう13秒ぐらいの動画を撮ったこの様子っていうのは残しておくとすごいやっぱり大事だなということで、はい、一回やろうか。せっかくなのでせっかくなのでもうちょっと皆さんに見てもらおうと思います。これせっかく仕込んで頑張って探したので、はい、もう一回見てください。こんな感じで、はい、今はもう東郷牧場にいらっしゃらない方ばっかりですけれども、場所的にはもうあのいつもの場所ですね、はい、これ帰るところですかね、皆さん。はい、やられた、そういう場面です。でもネタがバレちゃいましたけど、彼らの餌はこういうあのマーボー豆腐、マーボー豆腐ですね。で、あの実は今週マーボー春雨ということで、マーボー豆腐ではないんですけども、広田家に行ってぜひ食べていただければなと、そんな風に思います。はい、おいしいよ。でその後なんですけれども、実はあのアイノットさんが到来してくることになります。その年の、2008年にあのさっきのちょっと動画に映ってなかったんですけど、ハッシュさんという方がいらっしゃいましてですね、そのハッシュさんのお友達でこの近くで料理がすごいうまい人がいるということで、料理対決をしたいと私は思ったんですけど、なんかコックで雇ってくださいって話になって、なんかぜひそういう人が来てほしいなと思ったんですけど、なんか非常にあの飢えててですね、あのご飯が食べたいっていうので、先ほどの広田家に一緒に行こうみたいな話をしたわけです。そしたら来てくれたんですけど、あの本当に、人間でした。こういう方がいらっしゃってですね、あのこういう犬襲来、その日は実はもう克明に覚えてます。2009年4月28日覚えております。で、まあ犬襲来ということで、さてこの次もサービスしちゃおうよということで、あのずっとサービスをし続けてきたんですけども、まあ後のプレゼンが非常に楽しみですね。そういうあの犬団がいらっしゃいました。すみません、これあのツイッターで本当は出したかったんですけど、この時期ですと、ちょっとツイッターの、ツイログがですね、ここまで追えなくてですね、あの残念ながらこういう形になりましたけれども、この後はずっとツイッター出てきますので、皆さんあのお楽しみください。ちょっと早い？なんかまあいいや。で、ちょっとまとめますと、リサーチアシスタントさんとしてあの皆さんやってきてくれてたんですけれども、この RA さん、リサーチアシスタント、略して RA って言いますけれども、この RA さんは、まあ、あの基本的には、あのアルバイトの大学院生のことです。で、大学生の方はユーズ補佐員という形で、読んでですね、あのまあ本当同じように働いていただいてるんですけれども、まあ、名前が違うということで働いていただきました。働いて、はい、来ていただきました。で、まあ、そのような人たちが、まあ、結果としてこういうふうな3つぐらいの部門に分かれてなんかやるようになったんですけれども、まあ、その話を、まあ、ちょっとずつしようかなというふうに思ってます。統合テレビ制作は先ほどあのお見せしました統合テレビ動画のチュートリアですね、それを作る実際のコンテンツを作る人たちで、美術制作部というのと、あと技術開発部、この人たちはあの主に自然言語処理技術を開発するということで、やってまして、まあ、あのその実例を後でちょっと、ご紹介します。でこの、まあ、統合テレビというロゴもあったし、この美術制作部の人たちはこの統合ピクチャーギャラリーというのにあの自分たちの描いた絵をですね、生物の絵、生物とか、まあ、それに関係あるような絵をあのどんどんアップして、あのクリエイティブコモンズライセンスという形で自由にあの誰でも使えるように作っていただいてました。
で、ここからなんですけれども、実はその今までそれ働いてきた人を全員リストアップしました。ですので皆さん見ててください。いきますよ。はい。こんな感じで。はい。皆さんありがとうございました。はい。こんだけ見て最後の方ちょっとゆっくりになりますから。はい。こんな感じで、はい、出てたんですけども、今ちょっと紹介した3人を特にですね、最後に来るようにアイコンつけて入れたんですけども、はい、これ何人いたでしょう何人いましたか数えてなかった。じゃあもう一回やろうか。じゃあもう一回よ。ちゃんと見ててよ。今度数えてね。あといるからね。はい、いくよ。始まった。はい、はい、はい。これでぐらいで30人ぐらいかな。何人ぐらいかな。じゃあこれ何人いましたかね。大橋くん何人いたと思います。50人ぐらい見たいです。ああ、50より多いです。はい、50より多いんです。50より多いです。内藤さん何人だと思います。55ぐらい。55ぐらい。まあそれより多いですね。はい。この職員になってくれた2人を除くとちょうど60なんですよ。それぐらいの人に今までこうやってお手伝いいただきました。まあ、多くは本当総合テレビを作っていただくという方だったんですけれども、流通制作部の人は何人かは知ってます3人ですね、はい、で技術開発部はそれよりもうちょっと多いですけれども、やっぱりそういうふうな感じでやってきました、はい、まあそれはさておき、まあ、こういうふうに多くの方に、お手伝いしていただいて統合ファームはやってきました。あとはまあスタッフの人間ですね、今は5人ですけれども、最初は、2人だったかな、2人とか3人とかそういうところから始めて今5人になっています。はい、でですね、はい、でまあ、こういう形なんですけども、統合ピクチャーギャラリーの話をする前にですね、そうやって皆さんがやってくれたものっていうのは、この g86.dbz.jp というサイトに全部まとめられております。でこれなんですけれども、まあ、せっかくなので、紹介しようかなと思います。このサイト、きれいにまとまりすぎてて、よくわからどこに何があるかわからないっていうことをよく受けるので、せっかくなのでg86.dbcls.jp もう保管されますね、はい、で保管してみていくとここにあるんですけど、先ほど の技術開発部が作ったものというのは、実を言うとこの名産品、牧場名産品ってありますけど、この牧場名産品のところに全部書いてあるんですね。これこんな感じで、まあ、統合テレビ一番もそうですけれども、タンパク質拡散酵素の自然言語処理のデータを自然言語処理するとか、あとはまあね、グリッドで使うためのやるやつとか、まあいろいろですね、 RNA-seq の、まあ、インターフェースを作ったとか、あと特許をマイニングしたとか、あとはそうですね、どんな論文に出すのがいいかというのをこうサジェストしてくれるジャスミンとか、そういうものを作ってきました。まあ、その中でちょっと異色なのがこの統合ピクチャーギャラリーで、これに関してちょっと次で説明してますので、ちょっと戻りましょう。はい、で制作部、技術開発部以外に技術制作部というのが、はい、ありました。おお、ちょっと参ったなもうアクテガさんが一番いいところがちょっとツイッターで見てましたアクテガさんけど、ありがとうございます。アクテガさんがこう映ってるこの動画とかもこれまたやるのかって言われる、そういうふうにアクテガさん、ほらこの辺にアクテガいるんだけど懐かしいでしょ。僕がこれ iPhone を買ったんですけど、その時に動画が撮れるって知って、こうやって動画で撮ったというやつです。はい、たくさんありがとうみたいな。で美術館制作部をやってるのは統合ピクチャーギャラリーという形でウェブサイトにまとまってるんですけれども、それですが、よいしょすいません、それはこんな感じで、これも G86 の下の統合ピックというのを、アクセスしていただくと見えてですね、これはクリエイティブコモンズライセンスの普通に CC BY のライセンスで、まあ、誰でも自由に使えるし、改変利用も OK だし、所有利用も OK というふうな、画像というか、アイコンというか、そういうピクチャーをですね、配布しております。これゲノム弁当箱の弁当箱の空の弁当箱もそうだし、入ってるやつとかも配っています。どんどん今後入っていくことを
予想してゲノム弁当空っぽというのが作られているそうです。で、東郷牧場なんですけれども、この人たちの、道具としてですね、三種の神器と呼べるものがこの3つだったんじゃないかというふうに思っています。まあ、これは言わずもがなツイッターですね。あともう一つがブログです。あともう一つは Google カレンダーと。この3つでみんな動いてきたんじゃないかというふうに思います。で、皆さんのブログに関しては、これハテナアンテナで統合ファン、これに関してはですね、さっきのウェブサイトの、この中央統合牧場中央倉庫というこのリンクをたどると見えるようになってますので、誰が更新したかというのが更新した人がほど上に来るという2チャンネル方式で見えるようになってます。あとは戻りますと、こういうツイッターですね。ツイッターは統合牧場関係は統合ファンという、ハッシュタグで皆さんが追えるようにというふうに思ってます。で、まあ、ブログに関しては、皆さんの好きなところに書いてましたけど、昔は多くはハテナダイヤルに書いてたんですけど、最近だとワードプレスを自分で上げてみるとか、そういうことをやってます。はい、で、ツイッターでの仕事の連絡っていうのは、まあ、これもいつもいつも使ってるスライドで、ワクテガさん申し訳ないんですけれども、こういう私がですね、統合ファームでカマーバンドって今もまあこれ R で RNAseq のデータとかあの辺の次世代シーケンスのデータをまあ可視化するようなツールですけども、そういうものが出た時にですね、誰かに調査してもらおうかななんてこう書いておくと、興味ありますやりますとかいうふうに、やり取りがまあ進んでいくと、そういうような形での連絡が割と進んでました。で、やったことはブログで報告しようということで、まあ、ワクテガさんの例ばっかりで申し訳ないんですけれども、このように実際に自分が調べてくれた R 関係のもの、R で MRI のデータを可視化するということに関しては、こういうふうな形で、まとめてですね、これも皆さんにどんどん見られると、その分野の人に、見ていただくと、そういう形で今も役に立っていると思います。で、ですね、そういう、まあ、中での Twitter の連絡はもちろんなんですけれども、外のツイッターユーザーとの交流というのもこの牧場の特徴だったんじゃないかと、そういうふうに思ってます。例えばこういうツイッターの生物部というのがあります。これはハテナのグループにですね、生物部というのが実はあるんですけれども、そこにですね登録しているこの IDFM7 さんという方からですね、なんかと私がちょっと交流した結果をちょっと紹介しようと思うんですけれども、この人はこんなことを言いました。サザンは人名なので、書くとサザンブロッティングで書くときには当然同じだ。ただノザンとかウェスタンブロッティングっていうのは人名じゃないんだけど N と W は同じにするのが決まりになっていると、それは本当でしょうかというふうなことを前言ってきたことがあったんですね。まあこれも4年ぐらい前ですけど、でこれがじゃあ本当かなと私も思ったんで、なんかこれを調べてみようと。なんでかっていうと、パブメドのデータはこちらで、まあ、持ってますし、それを、あれ消えました。あれあ、ごめんね。おかしい。大丈夫。ネタがバレるからで、パブメドのデータ持ってますから、それをテキストマイニングできるだろうということで、RA さんの練習問題ちょうどいいからやりましょうということで、やりました。これは実はやっていただいたのは百武さんなんですけれども、こういう結果が出ます。これは、まあ、ノザン、サザン、ウェスタンで、当時ついでにイースタンともやっていただいたんですけれども、まあ、年を追うごとにどれぐらい数が出てたかというのをまず調べてもらったんですね。で、ノザンって言葉は、まあ、こんな風に、2000年ぐらい前にピークがあって、サザンっていうのは、1993年ぐらいにピークがあって、ウエスタンっていうのはどんどん伸びてるという、まあ、大体これは皆さんの感覚通りなんですけども、まあ、そういう結果がまず出て、実際の大文字小文字を調べていただくと、確かにですね、サザンは当然ほとんど大文字率が 100%、 1位に近づくほど、まあ、大文字率が高かったと思ってください。でノザンもウェスタンも割と多かった。
で、なぜかちょっとずつ下がってきて、小文字で書くこともあるらしいと、出てるらしいっていうんですけれども、でも基本的には大文字が多いというのが、まあ、分かりまして、これは私なんかのどもの、感覚からするとむしろ逆だったんですね。文中にあったら別にね、小文字なんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、まあ、そういうことはないらしいと。常にやっぱりこういうのを文字にするというふうな、まあ、習慣があったということが分かりました。まあ、この辺は今言ったことを書いてあるんですけど、そういうことですね。はい、で、まあ、これに関してはそのブロッタンって形で、ヤブさんがですね、スライドシェアに上げてくれてて、今の詳細な解析に関してはこちらをまあ見ればまあできるようにって言ったんですけど、まあ時間はまああるけど、まあいいか、そういう風なのでやってて、まあ、矢部さんがやってくれた矢部さんありがとうございますという風に、思います。これはなんか練習問題したらすごい良かったと思うんですけれども、なかなかこれを生物学的なところと結びつけるというのはやっぱり両方分かっている人間じゃできないということで、統合牧場としてすごいいいネタだったんじゃないかなと思ってます。はい、で、まあ、統合牧場の人たちの武器の一つに Google カレンダーがあって言ったんですけど、まあ、こんな感じで皆さんが一つのカレンダーを共有していつ来るかみたいなのを共有してました。でこれなんですけれども、実を言うと元々は月末の勤務時間の計算のためにやっていたログでした。なんですけれども、いつからか来るっていう予定にも使われるようになりました。それが、まあ、この Google カレンダーの、まあ、特徴だったんですけれども、まあ、こんな風にツイッターで今日2時半頃向かいますみたいに言うっていうふうなことも割と使われてて、まあ、この辺のツイッターとの連携っていうのが割とやられてて、まあ、Google カレンダーはログ、あくまでもログとしてどんどん残していくと。で、まあ、ツイッターでこうやっていろいろ連絡をすると。まあ、ツイッターで一報入れていただければ遅れることもわかるし、また急に来るというふうに言い出すことも可能だったというふうな、非常になんていうのアルバイトとしてはですね、ゆるいというかフレクシブルな環境でした。はい、で、でですね、実際にどういうのをやってるかというのを人数が増えてきて、被るようになってきました。これはですね、特にですけど統合テレビを、まあ、管理している方としては同じものを2人が作るということが起きてきて、ちょっとやばいということがあったので、そうならないようにというふうな目的で、このように誰が今そのどの動画を作っているかというのを知るための目的で、こういうふうな統合テレビ司令部という形で、トラックですか、トラックのシステムをちょっと特化して、司令部という形で作りました。まあ、こんなふうに誰が今どの動画をやっているか、取り組んでいるか、でどういう状態であるかみたいなのが、まあ、分かるようにやってます。まあ、これはでもですね、書き留めるのが目的であって、別にあれなんですね、皆さんを管理したいからやってるわけじゃなくて、誰かがやってるのと被らないようにというふうな目的で、ある程度規模が大きくなったからこそこういうふうなのは やったわけです。でもこうやって書き留めておくと、ああやってあと皆さんとディスカッションした内容を残しておくと、まあ、こんな後で見ていいことになる。これもそうですね、まあ、僕がこう書いておいたのがツイッターに残してあるから、こういうふうなことを俺が言ったんだなというのが分かるわけですね。はい、で、まあ、今後なんですけど、ちょっと早いな、ごめんね、早めに終わりそうだな。まあ、これまでは割とそういうふうな意味でこの東大のキャンパスの中にいら、こうやって場所を置かせていただいたということ で、 ですね、学生さんが、まあ、アクセスしやすくて、学生さんアルバイトとして来てくれるいうふうなことで、まあ、いろんな人に、多くの人に、まあ、来ていただけるというふうな、まあ、幅優先探索、言ってみれば幅優先探索のようなこういうアルゴリズムですけど、ができたわけです。ですが今後はちょっと郊外に移転してですね、そんな周りに学生さんとかがいる環境じゃなくなると。でそういうふうになってくると、もう活動しないってわけにもいかないですから、やっぱり探索は続けるんですけれども、深さ優先探索にどんどんなっていくんじゃないかなと、そんなふうに私自身はこの統合牧場の役割に関しては考えます。もちろん統合牧場をやめるというふうなつもりはないんですけれども、深さ優先探索の統合牧場になっていくんじゃないかなと、そんなふうに思ってます。で、その一つとして考えているのが、まあ、昔こんな形で僕ら研究会っていうのをやってて、この研究会ではですね、割とマニアックな内容を話できる人を呼んで、
で参加したい人っていうのを手を挙げてもらって、まあ、来てもらうと。でそういう場所は大体あの、まあ、交通アクセスのあんまりよろしくない研究所でやってたことが多いんですけれども、あのそういうところであのまたこうあの復活するといいんじゃないかなと。まあ、具体的には上総 DNA 研究所とかあの国立電学研究所とかそういうところだったんですけども、そういうところでのちょっとマニアックなあの集まりの、まあ、深さ優先探査って私呼んでますけど、そういうふうなことを、まあ、遺伝研であのやるといいなと。でこれまでやってきたこういう幅優先探査的なことはですね、あの講習会であのやりたいと思ってます。講習会っていうのはあの AJAX っていう呼んでる我々がやってる統合データベース講習会っていうものですけれども、そちらの方は割とあのいろんな大学とか研究所、あとまあこういう交通の便のいいようなところとか学生さん集まりやすいところでやって、まあ、そういうところであの引っ掛けてですね、こっちの深さ優先探索の方にどんどん皆さん来ていただくと、そういうふうなことを、の二段構えでやると今後いいのかなと、そんなふうに、考えております。はい。でですね、でこれは実は私があの引っ越しの時に荷物を整理してて、もう捨てる前 の, あの断末魔の、昔のなぜか撮ってたあのその時のフライヤーというかアブストラクト集なんですけれども、こういうものも今後はどんどんですね、ネット上に上げるというか、インターネットを検索できるような形でどんどん上げていって、まあ深さ優先探索の結果もどんどんログとしてですね、出ていくといいなと、こういうことですね。まあ、まだこれしつこいから何回も出しますけれども、何回もリマインドして流すつもりって言ってる通りで言ってるわけですが、まあ、これ書き留めて皆さんのまた目に触れるような、さっきのフライヤーみたいに一回その会合があった後ずっと5、6年間人目も触れずに私が持ってて、一回見ることもなくまたそうやって捨てていくっていうふうなことはもったいないので、ぜひですね、インターネット上に晒したいと、そういうことをコンテンツを増やしていきたいと、そんなふうに思ってます。でですね、最後なんですけど、この統合牧場とは何だったのかで僕はなんとなくこう問題提起をさせていただきましたけれども、まあ、皆さんにとってなんかいろいろ統合テレビとは、統合テレビじゃない、統合牧場とは何だったのかということがあると思います。その思いを共有したいと思いまして、Google ドキュメントというか Google ドライブを、実は、これ常に共有しております。でですね、皆さんにはその URL を後でメールしますので、そちらの方にですね、統合牧場とは何だったのかという思いの丈をですね、書いていただければと思います。あとで送りますね。ちょっとまあ、で、まあ、送りますので。で、それで、みんなで書き留めましょうということで、私のメッセージにしたいと思います。ですので、まあ、統合牧場とは何だったのかというのは、まあ、私がまあ思っていることはなんとなく皆さんにお伝えしましたけれども、ですね、まあ、皆さんが思っていることを、まあ、本当自由にでいいんで、どんどん書いてくれたら、うん、卒業文章みたいになっていいかなと。そんな風に。エレクトロニックの卒業文集。ただこれ卒業文集ってなんか後で晒すとかそんなことはするかもしれませんけど、ただね、いやするっていうつもりないけれども、まあ、こういう、統合牧場とは何だったのかっていうのを他の人に知ってほしいので、まあ、卒業文集っていうよりは皆さんの思ってることを書いていただければ、こういう統合牧場方式っていうのが割と他のところでも注目されて真似するところが増えてますので、そういうところに参考にしていただければなと思うので、まあ公開される卒業文集として書いていただければと思います。